はい、こんにちは、カムイです。喋る角には福来たるね。今日もまた一人でブツブツと喋ってますけど、いやね、私ね、もう端からね、ものすごく不思議だったことがあってね。いや、実はさっきね、ちょっと車で走ってる時にヤクルトのおばちゃんの自転車とね、すれ違ったんですよ。だから別に全然ね、普通にすれ違ったんですけど、昔からね、ものすごく不思議なことがね、ヤクルトのおばちゃんってさ、どこの職場にでもさ、顔パスで入ってくるじゃない。ね。本当にね、あれだけは不思議だな。まあ、さすがに身分証がいるとかさ、そういうところは、まあ難しいんだろうけど、そうじゃないところって、意外とね、出入り口からスーッと入ってきて、こんにちはとか言って入ってくるじゃないですか。で、みんなももう、まあ知った顔だからね、あれなんだけど、あ、今日は何あんのとかさ、いつものやつとかね、あとはもう頼んでる人は、はい、なんとかさんこれね、はい、いくらですとか言って、お金のやり取りしてるわけですよ。まあ、さすがに受付ではやらないけど、その近くでね。で、まあ、会社の他の上司とかそういう人たちも別に、咎め立てするわけでもなし。まあ、ヤクルトレディっていうのがそれだけまあ、日本の風土に根付いてるっていうことなんでしょうけどね。やっぱね、これはね、すごいなーって常々ちょっと思ってる部分があって、まあ飛び込みっていうんじゃないのはね、確かにね、人が変わる時でもちゃんと引き継ぎで1週間ぐらい一緒に来たりするから、まあ個人的な人っつったって、まあまあ顔見知りのレベルではあるんですけど、考えてみたらさ、いや別に悪いって全然言ってないよ。あれはあれですごくいい制度だと思うんだけど、制度っていうかな、風習だと思うんだけど、でもその人の個人的な情報って何も知らないんだよね。ね、だからあれだけさ、やっぱりこう、なんつうの、逆に言うと信用してるね、信じ合う国民性っていうのかな、まあヤクルトという会社を看板に来てるからね、っていう風な感じと、あとはやっぱりそのなんていうかな、家族というか子供をこうね、もっと育てながらっていうイメージもあるからね、確かにね、意外と若いママさんみたいな人もいるしね。まあ、血のぎ、身ごまでは言わないでしょうけど、やっぱり2歳児、3歳児みたいな、こう、お子さんがいるようなお母さんもいるからね。だからなんか、けなげさとか、あとやっぱりみんな明るいよね。だそれはもう一番だと思うんだけど。なんかね、昔からね、ヤクルトレディ、ヤクルトのおばちゃんって、すごいよなーって。生命保険のおばさんより受け入れられてるもんね。ね。これ不思議だよね。で、買わない人たちも別に何も言わないしね。みたいなことをね、ちょっと今日は思ってしまいました。で、今日は、今日の味噌一文字言ってみたいと思います。今日の味噌一文字。ヤクルトのおばちゃん不思議な存在で、どんな職場も顔フリーパス。ヤクルトのおばちゃん不思議な存在で、どんな職場も顔フリーパス。ね。でも、まあ、健康にいいっていう感じはあるからね。こういう信用するっていうのはやっぱいいな。こういう日本の国でやりたいと思いますね。ということでね、今日はこの辺で、お開きにしたいと思います。まだまだ暑い日が続いたりします。ね、体調管理して、元気に頑張っていきましょう。バイバーイ。